米田司令部屋にいるかな。なんだ、ちょっといつもとまた違うテンションだね。やっぱりこうミカサを撃墜しなきゃいけないっていう思いが米田司令には重いんだろうな、きっと。大神ですが、お話ししてよろしいでしょうか。あ、いいぜ、入ってきな。まあ、はっきり言ってしまえば、米田司令は、この戦いで自分が司令としての札を下ろすつもりでいるからね、その思いも抱えてるだろうね。どうした、大神。ミカサが相手で、おじけづいてるのか。いえ、そういうわけでは、司令こそいいのですか。いいも悪いもないだろう。今のミカサは帝都を破壊しようとしている。なら戦うしかない。ミカサであったとしてもな。違うか。いえ、確かにそうなのですが。ありがとうよ。でもな、決心したんだよ。俺がミカサのケツを拭くってな。だからちょっと手伝ってくれ。すまねえけどよ。もう米田司令からしてみたらね、自分自身が新宮寺一馬やあやめ山崎たちとね戦っていたのが、もうね直接戦いの場に出ることはできない、司令として大神たちを戦場に送り出すしかない、その思いもね分かってなきゃいけないよな、戦場に行く側としては。はい、分かりました。ならこれで話は終わりだ。お前は桜やいい形を勇気づけてこい。不安があっているのはお前だけじゃないはずだな。そうしてやれ。はい、では行ってまいります。あ、大神さん、どうしたの。もしかして暇。暇じゃねえよ。いや違うよ。かすみくんとゆりくんに話があってね。話ってミカサのことですか。そうだよな、この二人がね、椿と一緒に花組を運んでくれたわけだからな。フォーの実況やってこの部屋あんまり来てなかったけど、カオルがやっぱりいる時と、あれはね違うけどね、受付、あーでもそっか、事務局のドアを開けたらこんな感じか。だから新桜大戦の時のカオルがいる事務局とそんなに大きくは変わらないね。違いといえばあそこかな、来賓用玄関への窓口がないぐらいかな。あの霞の左側にあるやつな。そうだ、やっぱり気にしてるかと思ってね。確かにミカサは私たちにとっても大切なものだけど、でも私たちには戦う力はないから、今できることをやらなくちゃ。ふふふ、そうね、帝都をどうやって復興させるかとかね。なるほどな。ミカサのことは大神さんたちに任せてれば大丈夫だって信じてますから、私たちは平和になった後のことを考えることにしてるの。二人ともね、だから大神さんは思いっきり戦ってきて、戦いの後のことは私たちに任せてくれればいいのよ。ありがとう、よろしく頼んだよ。それじゃあもう行きなさい。みんなが大神さんのことを待ってると思いますよ。あ、そうだね、それじゃあまた後で。いってらっしゃい、みんなによろしくね。なるほどな。それぞれがそれぞれの形でこの後の帝都のことを考えてるんだな。三人娘椿ちゃんのとこにも行きましょう。椿ちゃんはもう不安な顔をしてるね。あ、大神さん、へへへ、いらっしゃいませ。椿ちゃん、花屋敷支部とも連絡取れなくて。そっか、皆さんあの2をプレイしてる人はご存知だと思うんですけど、2の時に一回椿ちゃん帝劇を離れるんですよね。で花屋敷支部に行くんですよね。その間代わりにつぼみちゃんがここで売店で働くんですよね。それで落ち着かなくて、売店にしか私の居場所がなくて、だってほら、アームジョの公演ももうすぐですし、もう完全に気持ちは終わった後、アームジョの公演をする気持ちでいるよね。それはスミレと同じだね。椿ちゃん、帝都は俺たちが守る。だから心配いらないよ。あのさ、花屋敷支部でね、思うのは、花屋敷でも、
コラボイベントも中止になってしまいましたね。そう考えればね、ある意味では今この令和の帝国歌劇団の支部花屋敷も一つの厄災に巻き込まれてるんだろうな。でも帝都のほとんどは金色の蒸気のせいでもう、それでも大丈夫だ、まだ俺たち歌劇団がいる、椿ちゃん信じてくれ。大神さんったらもう根拠のない自信に満ちてるんだから。えへへ、なんだか私も大丈夫な気がしてきました。ひどいな椿ちゃん、でもその息では大丈夫、きっとうまくいくさ。大神さんありがとうございました、私はもう平気です。さあみんなのところに行ってあげてください。あ、わかった、それじゃあ椿ちゃん頼んだよ。はい、任せといてください。じゃあ行ってらっしゃい。楓さんと少し話をするか。すみません、大神ですが少しよろしいですか。ええ、鍵は開いてるわ、入っていいわよ。どうしたの大神くん、落ち着かない。いえ、そういうわけでは。大神くんが悩んでたらあの子たちはそのことでまた悩むわね。え、それはみんなの前では自信を持って絶対大丈夫だというそういう顔をしていてね。そう考えればさっき椿ちゃんの前で根拠のない自信をね出したのは正しいことなんだろうな。大神くんの悩みは私が聞いてあげる。私の部屋の鍵はいつでも開けておくからね。だからいい？はい、わかりました。ありがとうございます、楓さん。それじゃあの子たちのところに行ってあげて。みんな大神くんのことを待っているはずよ。楓さんやあやめさんがいるからこそ大神が隊長としてね動き回れるんだろうな。はい、わかりました。それではこれで。今は副司令っていないからね、新桜大戦は。だからこの楓さんの役割っていうのは何かこう考えさせられるよね。あ、やっぱ部屋に行ったのか。はい、さくらくん大神だけど少しいいかな。どうぞ。さくらくん、考えていました。本当にミカサを沈めてもいいのか。ミカサは米田支配にとってかけがえのないもの。特にさくらは父親のカズマを失ってから米田支配人が父親代わりみたいなもんだからな。そして今の帝都になくてはならないものですが、帝都にはたくさんの人が生きています。父が、そしてあやめさんが命を懸けて守ろうとしたもの。そうだよな、あやめさんが命を落とすところをさくらは自分で直視してるし、お父さんとも二度の別れを、それは帝都ではなく帝都に住む人たちの暮らし、帝都に住む人たちの笑顔。この新たかには父が命と引き換えに私に託してくれました。さくらの名刀哀刀だね。霊剣新たか、一寸の曇りもないね。私の心にこの霊剣新たかに曇りはありませんか。父から譲り受けた心、私の心に。さくらくん、お父さんに見せてあげたいよ、その澄み切った瞳を。ええ、私も見て欲しかったです。父は一度は帝都のために戦いましたが、二度目は私たちの未来のために戦ってくれました。なるほどな。ですから私は見なければならないんです、父の託した明日を、父の見ることのできなかった未来を。さくらくん、すみません大神さん、もう少し父と二人にさせてもらえますか。なるほどな、新たかはお父さんそのものなんだな。わかったよ、それじゃあ。はい、集合時間には遅れずに行きますから。それとありがとうございました、私に会いに来てくれて。表情が少し柔らかくなったね、さくらくん。それじゃあ待ってるからね。はい、では行ってらっしゃいませ。全歌劇団隊員に連絡、作戦発動時間になりました、司令室に集合してください。
もうそんな時間か。よし、指令室今買うか。全員集合したな。よし、これより味方撃破作戦の説明を行う。もう戦闘服にみんななってるね。13人が集まる戦いですよ。大正16年の三笠追撃作戦、撃破作戦。そして3年後じゃないか、2年後にキミアルがためでジャンヌ・ダルクとの戦い。まあでもその後に、そっか、大正19年で彼女たちが消滅に至る大きな戦い。この3つで歌劇団が揃うことになるからね。帝国歌劇団、パリ歌劇団の花組は長芸丸にて三笠に強襲をかけます。はい。その後、外壁部を移動し、環境部分を制圧。敵魔装騎兵を撃破します。みんな、頼む。三笠を止めてくれ。了解しました。でも、大神藩の後部は？まだ修理が完了してへんで。そうだね。前回の戦いで白式特攻をかけようとしてたのをブースターで追いかけてやったから、あの火の中にあった状態だからね。そいつは心配いらねえ。かすみ、モニターに出してくれ。帝国歌劇団の最終決戦兵器、そうだ。うん、そうだね。身型って書いてるね。後部が虎型だからね。ねえ、牛、トラウ、タツミ、6番目ってことですね。装具完成してたんかいな。星エネルギーを搭乗者の霊力で制御する新型量子核機関を搭載。うん、星エネルギーを吸い上げるっていうのは天部もそうでしたね。天部を超えるパワーを出すことに成功した新型機体。ちょうど天部の話出てきたな。お前はこいつに乗れ。了解しました。無限とどっち強いんだろう。後部はそのパワーの強さのために一人では制御できん。二人の霊力でようやく制御が可能になる。しかもお互いの霊力が調和しなければ霊力の暴走により搭乗者の精神は破壊される。全員揃ってるね。そして今後部に乗ることができるだけの霊力を持っているのはエリカ、スミレ、コクリ、花火、グリシーヌ、以上5人だ。パリが上に来たな。ちょっと意外な展開だな。最も信頼のできるパートナーをこの5人の中から選ぶ。お前が一生をかけて守っていきたいと思えるパートナーをな。一生をかけて守りたい人、共に生きていくパートナー。大神さん、いいですよ。私、信じてますから。準備？いいんですね。おっしゃってください。そうやって言ってもらえるっていうだけ、大神が大正12年から15年の間に培ってきたってことだよね。隊員たちの信頼を。大神さんのお望みのままに私はどこまでもついていきます。どこまでもついていくって表現が雨宮さくらを彷彿とさせるよね。新しいテーマソングのね、劇帝国歌劇団新章でも私たちはあなたと共に参りますって喋ってくれてるからね。そしてグリシーン。任せ。私は貴公の決めたことに従おう。なるほどな。まあ実質副隊長はグリシーンみたいなもんだよね。パリ歌劇団はね、一番しっかりしてるしな。
俺が最も信頼して共に生きていきたいと思うパートナーは。全員こっちをまっすぐ見つめてるね。もちろん今回はこの人にしようと思います。パートナーはスミレ君でいいのか。スミレ君、俺と一緒に来てくれるか。当然ですわ。チュウのパートナーは私以外におりませんもの。このポーズこの時だけだろうな。頼もしいな。まあ君あるがためで復帰するけど、実質最後の戦いだよね。一応帝国歌劇団の正式な隊員としてはね、このあと間もなく引退しますからね。おわ、なんか今までで一番強そうに見えるな。一番頼もしく見えるな。そりゃ指令になるわ。まあプレイヤーの選択でこうやって装備に乗る人は変わってくるけれども、なんか後の司令になる2人が同じ機体に乗って戦うってなんかワクワクするね。やめだ司令、俺のパートナー決まりました。よし、帝国歌劇団とパリ歌劇団2つが1つになったな。帝国もパリもねえ、おめえたちが平和を守れ。大神歌劇団がよ。名言きましたね。大神歌劇団、了解しました。俺たちが平和を正義を守ります。よし、反撃の準備はできたな。状況はどうだ。金色の蒸気が広がっています。関東一帯の蒸気機械が暴走。敵と戦う前に己に負けてどうする。うちらが力を合わせたら何でもできるはずや。今までかってそうやったやないか。そうですよね。みんながいれば大丈夫ですよね。